こんにちは、チーフの三浦です。8月24日、本日のフロンティア TV を始めます。今日は体操の白井健三選手やサッカー日本代表吉田麻也選手などの誕生日ですね。今日誕生日という方、おめでとうございます。さて、本日は希望条件登録についてご紹介させていただきます。はい、ホームページ、まあ、こちらの希望条件登録というバナーですね、下にもありますね、希望条件登録、簡単に1分登録とあります。はい、こちらですね、はい、1簡単、はい、1分登録ですね、来店不要、希望条件と返信先を登録するだけで、はい、コンピューターがマッチング、それに営業マンの知識をプラスしてですね、送信させていただくんですけど、こちらの希望条件登録、特典として賃貸ではですね、会員専用の減額ページ、ID パスワードで、見ることができます。売買の方は未公開物件を見ることができちゃいますね。未公開物件は売り主様の都合なので、一般に公開されてない物件。もしくはもう入ってきた段階でですね、公開する前に、紹介をさせていただくこともできますので、参加されるんであれば、まあ、登録しといた方がいいんじゃないかと思いますね。あ、運動者はしつこい営業とか全くしませんので、お気軽に登録していただければと思いますね。はい、こちらの方で賃貸売買、PC 用、スマホ用、それぞれありますので、見ていますか、まあ、スマホ用とかですね。PC 用にしましょうか。はい、こちら、プルダウンから条件と選ぶ感じですね。家賃とか。この赤いポッチがついているところが必須項目。そんなないんですね。あとは、まあ、お名前等いただいて、個人情報提供に同意ボタンを押していただいて送信するだけになっております。はい、それでは本日のフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。